グマスラードについてはですね、どのような印象をお持ちですか？そうですね、ガラッと印象が変わりました。ある日を境に。いつを境ですか？いや、徳島でしたっけ？はいはい、徳島ですね。徳島を境に、いなくなった人がいるんで、はい、それでだいぶ雰囲気違うんじゃないですか？はいはい。ただ徳島と徳島の後の試合を見てないんで、はい、結局その印象が変わったかどうかっていうのはマスコミの紙面とかを通じてしか分かんないんですけどね、はい、だ実際会場行ったりテレビ見たりとかしてるわけじゃないんで、そのあくまでもそのメディアを通してのイメージなんで、はい、本当はどうか分からない、はい、今日はじゃあちょっとじっくり見ていって、あれですね、新しい ビッグマウスラウドをチェックしないといけませんね。はい、そうですね。だから、まあ、前田さんがいなくなってね、前田さん、船木さんがいなくなってビッグマウスラウドもういいやって来なくなった人もたくさんいると思うんですよ。だけど試合してない前田さん、船木さんは関係なく、柴田選手、村上選手、他のね、あと他の試合をやってる選手たちを見に来てる今日のお客さんが、今日の興行が素晴らしかったらまた次の人を呼んで次回来てくれればいいし、しょっぱいなと思ったらそのまま友達に言ってもいいと思うんですよね。まあそれをなんかプロレスファンの人っていうのはなんか最近プロレスが停滞気味なんで、プロレスを守ろうと変に考えすぎて優しくなりすぎてるんで、ダメなところはちゃんとダメ出しをした方がいいと思います。でもよかったら本当に手放しで、褒めてあげて、次にファンの人をどん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 誘ってまた後楽園に来てほしいと思います。ということで今日はこんなもんでよろしいでしょうか？もう一つもう一つ、だから皆さんが一番聞きたいと思う高山さんの復帰の時期についてですね、やっぱりここで我々のメディアを通さない高山さん本人の。そうですね、だいぶまあいつもねどうですかっていうとだいぶ良くなったってそれしか答えられないんだけど、まあ後半は順調にいったら夏までには今度はジーパンじゃなくてシューズとタイツでリングに上がりたいと思います。どこのリングですか？それは分かんないですよ。それはだっていろいろあるじゃないですか。高く買ってくれるところだったりさ、いい対戦相手を用意してくれるところだったりさ、あとはイタリアつくせいってことかさ、いろいろあるじゃないですか。それはどこですか？それは分かんないです。だってまだやりますって言ってませんから。ここのリングである可能性もありますね。何ですか？ビッグマウスラウドのリングであるという可能性もあります。このリングですか？このリングもまあね、別に拒む理由はないんですが、ただケンスケ、ミノル、天竜さん、俺揃っちゃったらあれじゃないですか、新日本だって嫌だって言ってみんな切り捨てちゃったのに、ビッグマウスラウド持つんですか？どうなんでしょうかね、上井さん。どうですか、上井さん。大丈夫ですか？4人揃えたい。4人揃ってほしいということですよ、高山さん。じゃあ、俺がやりたいです。上井さん、かつて外敵4人衆といって恐れられて新日本から排除された僕ら4人が揃ってもビッグマウスラウドは大丈夫なんでしょうか？高山さんが上がる頃にはね、さっき上がった門馬さんとかね、屈強なレスラーが増えてますから、あのリングの中央に上がってください。お願いします。お願いされちゃいました。というわけで近いうちこのリングに上がると思います。いや楽しみですね。もう、ファンの皆さん全員が待ってますから、我々メディアも待ってますんで、はい、一日も早く上がってきてください、はい。